午前0時のプリンセス、シルモンハン、ジェシカ、アウチ、ゴーということで今日は、高橋ちゃん何ですか、それは一旦皆さん今、ここはどこですか、マイハワイ駅ディズニーで10万円使い切るまで帰れません、イエーイ、やったでもちょっと多くない、ただ10万円使われても困るので今回チーム戦で10万円企画を行っていただきます、チーム戦スペシルおうちペア、やっぱこいつだとはうまくいけへんと思ってたから、いやいやいや、やばり者みたいなじゃないですか、桃原ジェシカペアですね、イエーイ、あれすごいなんかテンション高い、大丈夫です、一番の余り者とか思ってない、大丈夫大丈夫、10万円を5万円にまず分けます、これ集金とかでしか見えへんやつないほんでからここもうちょっと切れた隠れミッキーを多く見つけたチームの勝ちになる、レーシックしに行ってきに見つけたミッキーの数が少なかった方がこの10万円全おごりで、うわ、使ったもん勝ちでミッキー探したもん勝ちやん、使ったもん勝ちのミッキー探したもん勝ちやん、そういうことですよね、ただミッキーが全然見つからないってなった場合、自分たちが負担することになるじゃないですか、そしたら1万円で納めとこうみたいな、そういったなんか作戦も各々ね、ってもらって、でも隠れミッキーってトンチ聞かしてもいいんですよね、私が最終的にジャッジします、あ、終了時刻は18時です、はい、はい、じゃあ皆さんディズニー企画楽しんでいきましょう、せーの、うん、あ、レッツゴー、ゼロプリー、着きましたディズニーランド、イエーイ皆さん楽しむ準備はできてますか、イエーイ、ありがとうございます、それでは楽しんでいきましょう、カチューシャを買いたい、うん、全然そうで、私たち今日見てもらったら分かるんですけど全身真っ黒なんです、そうなのよ、真っ暗やから何でもカチューシャ合う気がすんの、じゃあお揃いにしよう、ここで買う、カチューシャはあっちですね、でもやっぱ私らの顔の形的にどちらかというと丸顔より面長早いから両耳ついてる方が漏れるのよ、あ、その、あ、これは可愛い、え、これ可愛いかな、あ、可愛い、あっち可愛いよ、これ何、先それダルメシアンじゃないかな、あ、わかった、マーマー物語じゃん、あ、それや、それそれそれ、え、あんためちゃめちゃ似合ってる、かわいい、かわいいっす、いいよ、かわいい、めちゃくちゃかわいいよ、いい感じ、いい感じ、いい、それにする、新しい、うん、かわいい、だなー、はい、ということでこれで、なんか合わせて3600円やったわけ、でも、今からとりあえず、なんか食べたくないんだよ、絶対にそう、お腹空いてんのよ、やろ、隠れミッキーも探してください、できれば負けたくないんで、絶対にそうなのよ、絶対に負けないから、探しながら歩きましょう、そうしよう、はい、ということでやっていきます、どうですか、8年ぶりのディズニー、いや、何年とかだったけど、正味前の時覚えてないから、もしかしたら2年前かもしれないし、なんかもう分からへん、正直適当に言ってみたこと、正直適当に言ってるからあんたしか映ってないけど、めっちゃむさいです、今日のプランは乗り物乗りたい、最初めっちゃ乗りたいねんけど、お腹空いたから絶対ご飯食べたい、じゃあご飯に行きたいと思います、はい、うわっ、イエーイ、お店がある、こいつピザ食べようとしてんぞ食わせろ食わせろ、ディズニー来て一番最初に行ったのが食事初めてです、うん、隠れミッキー探すから、探すためにはお腹をまず満たさないと、ね、やっぱり何も見えない、あ、どうしただからめっちゃ可愛くない、これ可愛い、嬉しい、食べられへん、絶対食べるよ、全然食べる、可愛すぎて食べられへん、やっぱもう手に取ってんのよ、正直無理かも、ってるよ、だってそんなん可愛すぎて、そう、持ってさ、美味しい、うん、あかん、幸せ、めっちゃうまいな、もういいかも、隠れミッキーとか食べる、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、買いたいものがあるので、はい、ちょっと爆買いババして、はい、で、今途中美味しいものあったか、はい、あ、ちょっと、いいですか、で、っていう感じにしたいなって、あ、ごめん、隠れミッキーを探すって項目あった、で、行きたいと、あ、あれ、重い、気を強く起こしてるのか、こういう石とかにもな、たまにな、ミッキーの形とかな、ディズニーな、遊び心すごいから入れとんの、いや、下にも注目して、いや、難しいな、ちなみに一回も見つけたことない、今までで、私もない、大石君大丈夫かな、乾杯乾杯、これ隠れミッキーです、皆さんこれ隠れミッキーです、そのチュロスや思ったでしょ、隠れミッキーですごめんなさい、あ、手振ってる、かわいこちゃん、男子高校生が手振ってます、皆さん私に惚れちゃって怒られる、そういうことだと思って、隠れミッキーですよね、あ、ギリいけますよね、え、でも絶対そうよ、これはもう隠れミッキーってことにしときます、絶対そう、あのディズニー公式さんが言わなくてもこれは隠れミッキーにしときますごめんなさい、ちょっと見ついてな、隠れミッキーちゃん、隠れミッキーちゃんちょっと隠れおうちちゃん頼んだで、隠れてないだろ、私おうちちゃんだろ、私おうちちゃんなの、
服着ないよ。そういうことじゃないのよ。でもさ、これさ、今見てる人たちとかはさ、うわ、あそこにあんのにこいつ今通り過ぎよったって思ってて。おい、絶対教えて。アトラクション並んでる途中にもあんの、壁とかに。あ、なるほどね。そうですよね。ああいう模様の中に結構ミッキーが映ってるの。あるかな。なんかそういうのじゃない、隠れミッキーって。その堂々ミッキーは絶対やらへんやん。どうする？あいつは10個とか。でもあの二人に限ってな、見つけることできひんと思うでんな。これは本当にそう。絶対1個見つかってない。で、買い物してる最中に、なんか隠れてる、なんかミッキーみたいな。本当に探してやるんでしょうか、彼女は一体。でもさ、リアルにさ、めっちゃむずくない？いや、むずい。多分予想外のとこに大体ある気がするんだよな。こういうさ、あ、すごいすごい。いないよ。ごめん、そこにはいないかも。こういうさ、自然の形でミッキーを探すってこと？でもさ、これよくよく考えたらさ、100万匹くらいおるんちゃう、隠れミッキー。こんなんな、どっかにあんねん。あったあったあった、もうここにあったわ。はい、もう見つけました。すいませんけど。鈍すぎ。あ、おった。お、マジだ。え、すごくない？なんかすごくない？これ隠れ、隠れてるんじゃない？でも隠れミッキー。え、待って、もうご飯食べたからやっぱりすぐ見つけちゃう。ほんとかよ。ご飯効果だったのかよ。待って、隠れてるわ。でかいの、でかいの、でかいの。あ、すごい。あなた天才だよ。待って、なに見つけたんちゃう、見たい。では、一回見つけてたよ。テオプリー、飲み物ゲット。飲み物ゲッチュ、ゲッチュ。今回隠れミッキー探すにあたって何が NG なんですか？携帯使うのが NG。 じゃあ聞けばいいんや。この手はあるじゃない。お客さんとかに聞けば価値説出てる。あたはいいとこ出たよ、セシちゃんの。聞こっか。女子高生めっちゃ見てる。めっちゃ見てんな。反省してチュッて。僕は聞き。本当だ。僕は聞き。おうちの投げキス。やってみほらね。あ、爆脇。ちょっとみんな爆脇です。ありがとうございます。もう隠れミッキーなんていらんかも。今日はチヤホヤされに来たんやな。絶対違うのよ。あ、キャストさん見っけ。ほんとだ。ちょっと聞こう。ちょっと聞こうかな。今ちょっと隠れミッキー探してるんですけど。この辺りは、なかなか。あ、そうなんや。の中にいっぱいある。あ、そうなんですか。トゥーンタウン。今すぐ行ってきます。ありがとうございます。なんて言ったの？トゥーンタウン。トゥーンタウン。トゥーンタウンにあるから。トゥーンタウンにあるらしい。近い、細くなくなるって。さっきキャストさんが言ってたトゥーンタウン来たので、こっからここでミッキーをいずれ探していきたいと思うんですけど、勝ちます。むずいんだけど、結構難しいかも。この壁のさ、石の柄とか、どう？柄の中にありそうじゃない？なんか、お、あ、これ OK ですか？お、見てください、ミミミミ顔です。もう隠れすぎてる。え、かわいい、ミッキーめっちゃ可愛いね。美女と野獣やん、ここ。え、自分のこと美女と野獣の主人公だと思ってる？え、美女と野獣やん、ここ。嬉しい。はい、これと、で、うち、つける気だね、なんか。これを。はい、これを買ってきました。これを。あと、これ。カスパル、それは何に使うんですか？ここに、いや、売れる、本当に。みんな、なんて言うの？乗ってます、パスカル。自分のものにしてる。カステルやったっけ？カスパルか。カスパル。カパス、カルパス。絶対違うだろ。え、これ何やったっけ？特にその爬虫類は全然好きじゃないんで、緑が好きなので乗せました。それ犬は好きじゃないんですけど、インスタ映えするんで買いましたって言ってる女子と一緒なので。一緒ですね。ゆうちゃん、時間やばい。隠れミッキー探すな。やば。結構余裕ぶっこい。なに？あれミッキーっぽくない？なになに？やった、ミッキー。ミッキーでしょ、これ。ナイス。ももちゃん、すごいじゃん。え？絶対ミッキーあれ。写真だろ。勝ちや。もう絶対うちらの勝ちや。待って、このさ、昨日さ、影もさ、もうミッキーじゃん。黒の、あ、あ、あ、確かにミッキー。ミッキーに見える。ミッキーに見える。ちょっと右頬殴られたミッキーに見える。右頬殴られたミッキーいました。勝ちです。片耳を失ったミッキー。勝ちだね、うちら。勝ちだわ。聞いてる自分らでも。あ、なんでこれミッキーじゃない？待って、これはミッキーや。そう、ちゃんとなんかミッキーにも見えるけど。ほぼ確です。ほぼ確で勝ちました。え、すぐ乗れるよ。乗る？なんかありそうじゃない？え、あのさ、あそこミッキーに見えるよね。めちゃめちゃ見える。ナイス。ね、これもミッキーに見えるくない？あ、そう。え、めっちゃミッキーや。え、すごい。え、どうでした？初めて。ほんまに。ミッキーさ、本当に撮りたかったの。めちゃめちゃ絶叫しながら乗ってて。感動した。しかも隠れミッキーもめっちゃ見つけられた。え、そうやね。めっちゃ見つけたんです、隠れミッキー。多分うちらが勝ち。絶対勝ちです。でも向こうには言わないと。いや、言わないで奥作戦で行くんで、全然見つけてないみたいな感じで行くんで、とりあえず合流していきます。行きます。シンデレラ城行ってきます。あれです。
え、あ、マジだ。あれモロミッキーです。これはもう誰が何と言おうとミッキー。もうちょい行きたいな。え、あれミッキーやあれこの確かにこれえ、これはいこれ隠れミッキーですよね。だってここミッキーの形じゃなくても良かったわけやもんな。うんうん、そうよ。はい、あ、ただろう。これミッキーですよね。さあ、このミッキーに見えるのが初めてだね。あ、ミッキーなの。聞きました。いや、聞きましたか。いやー、1個見つけたいな。あれとかさ、ならんか。なるわけあるか。え、一人で解決しんといて。あー、なるわけあるか。言ってくれんの分からんよ。なんか逆に真剣すぎてみんなおもろいよな。こんなに隠れミッキー探しに来てる人おらんで。そう、勝ちに来てるから、私たち。まだここに絶対ありそうやもんな。だってあれ1個だけなわけないやろ。こっからここを一周して、無理やったら集合場所向かうぐらいの。そうしよう。あるか、隠れすぎや。待って、やばいかも。天才がいます。待って、やばいかも。爪かわいい。え、爪かわいいじゃん。違う。素晴らしい。これは絶対に隠れてたわ。隠れてました。これは騙された。こっちは違うもんね。こっちは違うもん。よう考えたね。文字にもかけることできんねや。あれしようや。ご飯の時に、私らほんまに見つけられてないんだよ、みたいな。いや、ご飯頑張って探すぐらいの感じで、口裏を割っちゃってよ。そうしよう。絶対騙されるやろ。なあ。あの照明さ、こっちから見たらミッキーになるけどさ、え、ミッキーじゃないんかな。そうはならんよな、さすがに。あれミッキーかな。いや、ならんか。試着にしたい。やめろよ、絶対絶対言ったんだ。もう夢の国やで。何考えてんの。え、なんで怒られてる私今。ガッツリミッキー。ガッツリミッキーですね、あれは。なあれは違うか。あれなんかミッキーっぽくない。違う。あ、え、めっちゃミッキー。絶対そうやん。よく見つけたくない。え、あんたやるやん。初めて見直した。やめて、今。じゃあこれ楽しいわ。私がアトラクション持ってないやつか。こう楽しい。こういう楽しみ方もありますよ。私たちは2枚しか見つけてません。そう、そういうことにしましょう。おいおいおい、お揃いでカチューシャなんて着ちゃってさ。うちらなんて命なんだから。あんたら身長高いだけじゃん。え、近くない。近すぎて一つになるって。よっ、うん、頑張って。なんかおもちゃに見える。おもちゃに見える。等身大のおもちゃに見える。なんか直角すぎて。とりあえずご飯屋さん行きたいかも。私らご飯行くためだけにご飯食べてないのよ。お腹すいたからご飯食べに行きましょう。こいつ一番最初ご飯屋行ってんのよ。行こう。え、ゼロブリー。お疲れじゃん。レボリューション。え、うまそう。うまい。うま。うま。あ、ちなみによ、どのくらい見つかったの。途中経過。セシル大内ペア。はい。いくつですか。何枚ですか。え、それピースしてるわけじゃないの。アンドピース見たいね。撮ってる。アンドピース全然見たらある、こっちに。に一個はガチなやつですけど。そう、一個はガチなの。もう一個は怪しいの。なるほど。どうぞ、ジェシカさん。15。やばない。しかも、マジで確実なやつも絶対確実なやつも。いやー、マジか。ごちそうさまでした。最高。行こう。早く行こう。早く行こう。ゼロプリ。前半戦は、この駐車でやったんやけど、そうなんか飽きてきたっていうのもあるし、これで十分写真も撮ったから、また別の駐車使って写真撮りたいので、もう一回買いに行きます。買いに行きます。で、購入しました。もう画面いっぱい。画面いっぱい。あり。マイク。かわいいでしょ。まだワンちゃん勝てる可能性もあるし、嘘がついてる可能性あるから、向こうが入らないやつ。写真撮ってる気がするから。お金も使いつつ、ミッキーも探してくる。そうしましょう。順調すぎて。え、順調すぎた。ほんまに。なんか2個しか思ったよな。やっぱすごいかも。だってなんとなくセシル見つけてそうだったから、うん、すごいかも。カリブ行こう。カリブに行きましょう。うん、行ってきます。カリブの場合は行ってきます。いやー、めっちゃ楽しかったな。泣いちゃって感動。マジでさ、超感動してたよ、隣で。ここら辺、グッズ屋さんばっかじゃない。ほんまや。多分。あ、ほんまや。なんかお揃いのも買いたいね。3万5000円。3万5000円ですね。だいぶ買えるんじゃん、これ。うん、全然買えるね。めちゃくちゃ嬉しい。ってことはもう、ここで3万5000円全部使おう。買いましょう。またキャストさんに聞いていこうと思います。後半戦絞られた先でもさらに聞いて、もう確実に仕留めていこう思います。そうしよう。ついでにナンパしたい。趣旨が違ってくるな。できればお兄さんがいい。口説こうとしてんな、これ。これスティッチや。そう、スティッチの。スティッチ。あ、似ててくさ。想像の2億倍似ててくさ。びっくりした、今スティッチ出てきたんかと思った。本当にこんなしょうもないところに作るかな、ディズニーさん。そんであったらどうすんのよ。確かに。焦る焦る。ファンタジーランド、フォレストシアターとかは入り口だけで5箇所あったり。来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。行ってきます。ありがとうございます。聞きました。聞きました、皆さん。聞きましたか。5箇所あるんですか。もうこれ勝ちや。この移動中も忘れたらあかんで、別に。そう
ね、探すことを諦めたか。てかさ、逆に聞きたいねんけどさ、あんたらはさ、私らがこんだけクレミッキー探してるだけの動画見たい？一回聞いとこうかな、ここら辺で。めちゃくちゃ見たいでしょ。な、楽しんでるな、一緒に探してよ。何シアターって言ったっけ？覚えてないねん、それが。覚えてないねん。美女と野獣の隣にあるシアターですって言われた。めちゃくちゃ怖いから。あ、隠れミッキーいました。ごめんなさい。あそこにいます。見てください。あれいける？あ、いるいるいる。あれは隠れミッキーやろ。何買ってもいいのよ。1万3000円のでっかいぬいぐるみ買おうとしてる。申し訳ないけど、かわしまります。向こうが見つけてた隠れミッキーが2つで、うちらが10何個だから、正直言って、絶対いけんのよ。だからもう余裕ぶっこいて全額使います。はい、すいませんけど。こんなに贅沢できるディズニーランドとか、え、やばいよな。より楽しいかも。最高。だって残り持ちやもん。じゃあ買っていきたいと思います。買っていきたいと思います。うわ、やばい、やばい、やばい、時間ない。アトラクション撮るか買い物撮るどっちがいい？買い物やろ。はい、何を迷ってんの。やば、かわいい、ありがとう。すいません、なんかここら辺にあるなんとかシアターみたいなのってありますか？あっちなんですか？私は真逆方向進んでます。やられてます。ロスタイム、ロスタイム。え、ありそうよ。ありそうよ。ありそう、ありそう。え、あ、それそれ、ここカンプレミッキー、あれです、あれです。え、ミッキーよ、すごい、めっちゃミッキーよ。ちゃんと鼻もついてる。すごい、しっかりミッキー、しっかり系のミッキーだ。すごい。あ、これだ。拍手してる。鼻がついてるパターンなんだ。確かにそれ難しいかも。え、あれさ、私も気になったんだけどさ、うっすらミッキーみたいなの。どこ？どんぐりの中。違う。あのどんぐりの中の薄いミッキーですか？待って、こんなん相手チーム絶対見つけてないやろ。あ、あ、あれですよね、あれ隠れミッキーですよね。よし、ありがとうございます。もうめちゃめちゃ感謝です。感謝です、ありがとうございます。これで私ら勝ちです。ありがとうございます。じゃあもう私たちはこれでいいです。正直向こうたちのミッキーは多分ミッキーじゃないことを願って、もうお土産を楽しむっていう時間も必要です。そうなのよ、ディズニーって結局さ、お土産を買う時間が楽しかったりもするやん。そうよ、それを姿をみんなにお見せしたい。これで自腹払うんやったらもうそれはそれでええわ。まあ曇りだもんね。意外とないよ。本当だよ。足りない、足りない。あ、すごいじゃん。やめれる？あんたほんと早く、ほんとにめんどくさい、もうほら、ほらもう死んじゃうよ、こんなことしてたらいいの。圧迫しちゃうんだからさ、もっと早く止めてよ。やば、40分で3万円使い切るのやばいな。しかも絶対もう勝つ自信しかないもんな。そう、勝つ自信しかない。向こうに奢ってもらいましょう。うん、あれもね、しっかり使わせます。あれも取ってきますね。あれも隠れに行ってきますね。行ってきます、行ってきます。うーわ、もうジャンジャカ買おう。はい、買ってきました。めちゃくちゃ買いました。これは7800円分。7800円分。でもほぼ全部食べ物で一人のお土産で7800円買ったんで。そう、だから自分のやつで買いたい。自分が欲しいものを買いたい。そう、っていうことで私たちはまたここに戻って買っていきたいと思います。あと2万やから、もうお目当てのものは決まってんだもんね。おう、見てこい。ついてきます、パイセン。え、でもこれ、これも違うか。確かにな、あの上抜いたバージョンやろ。もうミッキーですよね。プラネットが M のあれはダメ、あれはもう隠れてないから。なるほどね。あかんで、お土産屋さんに向かってる途中もわけおる可能性あるからな。そうなのよ。あ、ありました、ベイビーの B。 ダメですかこれ。あれ絶対そうですよ。いや、ある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 。え、あそこ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 。確かにそれだけミッキーよ、それ以外なってないのにね。お土産えぐい。お土産、お土産、そうね、お土産買いたい。お土産を買おう。入れろ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 、こっちに。もういいんじゃないか、そろそろ。お会計する？うん、レッコ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 。すごい、こんなに大量に持って帰る人、うち初めて見たよ。やったー、本当でした。やばい、こんなにも買っちゃった。ただ、この隠れミッキーの私たちが好きなかったらこれ地盤になるんで、本当にとりあえず今すぐ見つけよう。見つけよう。あと何個か。なんかさ、雨のしずくでさ、隠れミッキーとか出せないんかな。この雨のさ、やば、この雨のしずくで。あんた唾吐きなよ。待って、来ました今。あんた唾吐きなよって。唾で隠れミッキーにしようとしてる女います、ここに。
ちょっと殴られたミッキー。見つけました。絶対行きます。これは絶対行ける。はい、ということでディズニー10万円企画終わりました。イエーイ。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんか私ら今日アトラクションな一個も乗ってなくて、でもなんか普通に楽しめてる。楽しめた。そうなのよ。ジェシカがカリブの海賊に乗ったんですけど、感動すぎて号泣してました。ちょっと、めちゃくちゃ楽しんでる。ちなみにじゃあその10万円5万円ずつ分けたけど、いくら使った？いや待って、それはちゃんと全部ね、ここに入ってます。はい、残りの残金は440円です。やばいよ。もう勝つ気満々だったんで。ちなみにどうだったんでしょうか。まあまあまあ、それ聞いたところでなんですけど。確かにね。私たちの残金、はい、プルルルルパン1500円。おお。でも結構使ってるね。待って、結構使ってるよ。待って、ちょっとこれ危なくない？ご飯の時さ、いや2個で全然、そうそっから追い上げてきた。追い上げた。え、じゃあもう探すことに専念してた。そうよ、探すことに専念して、でお土産最後カツキで爆買いした。うわー、バリカルビの海賊で。バリカルビ、はい、バリカルビ。焼き肉想像してる。カルビの海賊じゃないから。あれカリブの海賊ね。出た、出た。燃えたか。やばい、バリ緊張する。緊張する。お願いします。いや怖い怖い。隠れミッキーの数、はい、やだやだやだ。まずモモハハジェシカチーム。待って怖いんだけど。そっちなんだ。待って怖いよ。合計得点8点です。あー、まあいいよ。え、いい。あんたが10何枚取ってるってこと。審議した結果ならば受け入れます。それは受け入れます。お願いします。勝ったでも叶わん。そしてセシルオウチチーム、頼む頼む、ガチ20点です。やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ねえ、ちゃんとやりました。どけ、ちゃんとやりましたか。え、じゃああの時は本当に2個だったの。あの時はちなみに7、8万。待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って。これって京都試合ですから。ちょっと待って、怖い。ということで10万円負担。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マジで勝つと思ってた。審議ですね、じゃあ。あんたら媚び言っときゃ、今私らにこれあれですよって言ったら、それポイントになる。めちゃくちゃ2人とも本当に。てかさ、めちゃくちゃ可愛くて、はい、綺麗で歩いてきた時、モデルかと思ったの。あ、ごめんなさい、これミッキーじゃない。こんなんか、これミッキーなわけないです。え、まずね、この写真だけで100いい個ぐらいあるんですよ。あるあるか。わかります、これ見てください。この1個もうミッキーだもんね。あんたらがそれを見せてきた時点で、もうこっち、えってなってる。そうなのよ。これは、これも、もうこれは保険です。はい、これは、あの、2個ぶん殴られたミッキー。どこが、ちょっと負傷してるだけなんで、こことこことここでこう殴られて、殴られてて、ここがこう、ちょっと負傷してるだけ。ほんまにやばい、ほんまにやばい。2つだけはして。シースにも出すなよ、そんなの。あ、これはもう、ミッキーです。ミッキーがいたんで、ミッキーいました。はい、ミッキーがいたんで、これ意外とね、これは、わすごい青春感じるって言ってました。じゃあ隠れミッキーでもなんでもないのよ。青春なのよ、それ。これも青春探しに行ってるわけじゃないのよ。ちなみに私らの本気の隠れミッキー1枚だけ見てほしい。もうほんまに隠れてるから。もう見えへん見えへん、隠れすぎて。やばい。え、待って、これどこですか。これどこだ、はい、これどこですか。面白い、これなんか。え、面白がってるよ。ちょっと待って、これ面白い。面白じゃないのよ。え、すごい面白。初めて見た。すごい、すごい。邪魔やねん。どっか行って、初めて見た。邪魔やで。ゼロプリ。ちなみにジェシカモモハチームこんだけ買いました。勝てると思ってたんで。私らはこんだけ買いました。あとな、ちなみにこれでいろいろ含め今日使ったのが4万9000ぐらいなので、あの払ってください。お願いします。みんなで楽しかったらねで終わりでいいじゃん。終われるか、うん、あ、でもさ、結局私らも楽しんだところはあるから。おや、金額免除のあった大内とセシルの言うことを何でも一回聞くけー。いいや、いや、いいや、待って、これ払うわ。全然払うかも。ちなみに今回は権利はこっちにありますので、あのお金、お金がいいとかも無理です。バンジーとかね。あ、そう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 。ジェットコースター、お化け屋敷とか。すいません。何でも言うこと聞くけん。いいです、いいです。ゼロプリー。ということで、ディズニー10万円企画、楽しんでいきました。イエーイ。こんだけディズニーで爆買いしてみたいなって思った人はチャンネル登録、高評価、コメント、また SNS のフォロー、よろしくお願いします。ということで、またまた。